なでホームメイドミュージックフェスティバル眉村千秋賞に選ばれたのはアオティ君です。おめでとうございます。と私がアオティ君を選んだ理由は、自由にウクレレをかき鳴らしてるところとか、きっとこれギターだと思ってウクレレ弾いてるんだろうなっていうところとか、あと途中で何よりも一回こうやって鏡を見て自分の演奏の姿を確認しているところが一番いいと思いました。やっぱり自分の弾いてる姿をいかにかっこよく見せるかっていうのがエンターテインメント魂を持ってるなってすごく感じたので、アオティ君を選ばせていただきました。11月7日8日はロックフォーチュンにもぜひ遊びに来てください。以上、眉村千秋でした。アオティ君頑張ってね。他のみんなも頑張って。